シモの話に行けない。はい、お疲れ。お疲れです。あら、べちゃ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 、どういうことどういうこと。視聴者の皆さん、なんか日曜日にタケノコの家族と翔くんとみおちゃんでご飯行ったんですよ、うん、子供を連れてたで3の2か5で最初の方はみおちゃんと翔くん、うん、ツンデレみたいな感じでちょっと離れとった、うん、そう、お前の嫁がおる前ね。あ、ツンデレな、うん、ちょっと離れて離れとったんですよ、うん、普通に。で、最初翔くんお酒飲まなくて、うん、で、なんか、うん、お酒飲んでからちょっと翔が翔が、はい、なんか、俺さ、いつもお前となんか動画撮ると誰かのチンコをしとるよな。翔とうまくいってで腹が立つとかさ。今度は何よ、ね、で何かの聞き間違いで翔くんが言った言葉に対してうちの嫁が聞き間違えて、なんか下系の話になったんですよ。ああ、翔がなんかミオに何とかって言った時に、えって下おんねん、ずっと寝てたみたいな、寝たのみたいな感じの話をしてて、今日一日中何やってたんですかみたいな、その続きで、うん、今日何してたんですかみたいな、で、てっきりで一日中デートしてるのかなって、どっか行ったんですかみたいな感じで確か聞いたんですよね。そしたら、それを翔くんが多分捉え間違えて、うん、え、今日やったよみたいな、うん、いきなりなんですよ、カミングアウトしてた。マジで。えって思って、あ、そういうこと、あで、やったんですかっていうふうに翔も聞き取り間違えて、あ、今日やったよみたいな話を。お前よ、いいよ、でもね、で、うん、自分の奥さんも、うん、みたいなやったこと言うんだみたいな。これお前な、パパも見るからな。でだからなんて言ったんですかで、なんかその話の続き、うん、ぐらいで、翔くんの大事なところのことを、うん、すげえあだ名がついてるんですよ。嘘嘘ふざけて遊んでるだけです。ここにふざけて、なんか2人でイチャイチャして遊んでる、コブラとか呼んどんのなんて呼んどん、ちなみになんで呼んどん、なんて呼んどん、なんて呼んどん、ちょっと聞きたいんだ。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。あ、だめだな。ちょ、お前そこは自分の口でさっき言えんじゃん。こんなこと言いたくないのよ。お父さんも見てるし、あの、まず一つ言いましたけど、おばあちゃんも見てる。家族みんなが見たんですよ。だからどこから誰から誰まで見てるから。練り替え道場のアカウントのお前、カメラマンやきちすべての告白をするさらけ出し道場だから、うちはすべてお話で若者が見てた、楽しんでもらうから。自分もそれ聞いた瞬間衝撃的だった。マジでマジで相当やばいよ。ポンってなった。レーニングなんだ。ジュニア、普通にフラミンゴくんって呼んでるから。フラミンゴくんフラミンゴくんって呼んでるフラミンゴくん。それは何よお前、エッチしてる時にちょっとフラミンゴくんとか言うの、イチャイチャ。どういうタイミングでフラミンゴってネーミングしたの。それが気になるんですよ。気になるよな。そんなにあいつ細長いの。いや、その何ていうの、形の話とかしよった。形の話とかじゃなくて、うん、フラミンゴ公園の話してて、うん、で、なんかで、その流れでディスネームがフラミンゴ公園になって、それだよ、ここに対してだろ、ここだろ、ここに対してだろ。フラミンゴ公園。どういう時に呼ぶの。呼ぶ時ねえじゃん、なんか、ベッドでイチャイチャして。もうそろそろフラミンゴ君食べたいなって言うの。言わない、そんなことは言わない。じゃあ何じゃ、だって名前使うことないじゃん。ある、なんか別にショウさんとかフラミンゴちょっと来てるそういうこと。あ、はい、もうセットだから来るしかないじゃん。あ、そういうことね。だからなんか翔さんに、あの、翔さんちょっと来てとか言っても無視する時あるから、そういう時はフラミンゴの方からフラミンゴちょっと来てって話す。なんだそれお前ら、バカだね、本当にもうバカっぽいのに出したんだってこれ。まだまだ最初の方は離れてったのに、最終的にすっげーくっついたんですよ。嘘。そう、結構飲んだったし、ね、結構飲んだんだ。すげえな、俺なと思って。フラミンゴくんって呼んだんだ。これ多分これ動画公開されてすぐ LINE にフラミンゴって飛んでくるぞ。いや、飛んでくるぞ。本当に地元の友達とか、
めちゃくちゃ見てるんですよ。だから絶対そうやって LINE 来るのも、もう分かるじゃないですか。顔出しただけでも連絡したんですから。フラミンゴ、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 お前もうしゃべりやな、人の不幸で。でも面白くないですか。だけどお前がちょっといじられたら不適されるくせに、お前ちょっといじられたらすぐ不適されるまあユーボックスも僕は公開されるもうあんたやだ、地元の友達から絶対やるじゃないですか。でも翔くんがいじられるわけじゃなくて、もう別にフラミンゴがいじられてるからフラミンゴって、ミオがフラミンゴって呼ばれるようになるじゃないですか、されることによって。ミオミンゴ、ミオミンゴ、ミオミンゴ、まあ、お前って裏嬉しそうな俺はタケだったろ、こうが何でやったな、お前ちょ、今日お前はショーの現場行くだろ、このことを報告してこい、でこれ動画一本にしようと呼ぶとき、フラミンゴくん、なんか行きたくないよ今日のミッションっすよ、ね、あ、これミッション、ミッション一本にしてこい、ショー君、中継お願いしますネリカイ道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。はい、中継本当へ、さきさんにチンコロされました私たち。え、なんかしたでも、あの日曜日に、日曜日ってあれ、タケと飲んだ日、そう、うん、この日の話を全部社長に言われました。でも変なこと話してなくね、なんかミオがあだ名で呼んでるとか、全部やべえって。もうこれ俺はいいけどさ、なんで俺はいい、え、だって別に俺恥ずかしくないもん。なんでそういうキャラだもん、やっぱり。違うでしょ、絶対そんなキャラじゃないから。別にそういう恥ずかしいとかないよ。何、別にみんなにバレても俺はね、でそのミオちゃんが心配だから。全然、でもミオはばあちゃんも見とるし、みんな見とるのに、言うなって言ったのにたくさん寄ってきたの。しぼっか言わないでくださいって言ったら社長が聞き出すから、たくさんも話して。なんでそんな話題になったの。たくさんが面白い話一つありますかって、それ話されて。別に面白くないし。全然面白くないな。そうだよ、ただの政治上だ。そうだよ、やっぱ俺お父さんとか来てるからさ、そのみよちゃんの。そうだよ、だってなんかみよがたまにふざけて翔太郎くんって呼ぶじゃん、それで今パパは呼んでるけどさ、みよがフラミンゴって呼んでるの分かってる。やばい、フラミンゴって言われたそれはまずい。でもそういうことだよ、合わせるかな。こんな感じで、はい、高評価といいねお願いします。チャンネル登録もお願いします。